はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、ニンニクになります。ニンニク、栽培における芽が出てきた後にですね、やる重要な作業というところで今日はご説明していきたいと思います。ニンニクを育てる際はね、芽が出た後のね、管理がね、とてもね、大切になります。適切な管理を行っていくことによって、病気の予防とか大きく美味しいニンニクの収穫が可能になります。なのでね、今日はね、どんなことをね、発芽した後にね、やったらいいのかっていうところ、そういったところをご説明していきたいと思います。この動画を見ることによって、ニンニク芽が出てきてからね、する作業のね、ポイントがね、分かるようになりますので、よければね、参考にしてみてください。初心者の方でも分かりやすく説明していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、今ですね、こちらニンニクの様子になりますけれども、このようにね、しっかりとね、芽がね、出てきています。ちょっとアップで見てみようかなってね、思いますけれども、はい、生き生きとですね、一本一本ですね、ニンニクの芽がですね、一つの穴から一つずつ、ね、元気よく出ています。これは家庭種といいまして、暖かい地域で採れる、ね、ちょっとちっちゃめなニンニクになります。そして、こちら側ですね、こちら側は、ホワイトロッペンとかジャンボニンニクですね、を育てている場所になりますけれども、こちらもね、ちょろちょろね、ちゃんとね、芽が出てきています。はい、ね、こういう感じでに、ね、芽がね、どんどんと出てきますので、このままね、大きくなるように見守っていきたいなってね、思います。ではね、早速説明していこうかなと思いますけれども、まず一つ目ですね、ニンニクが芽が出てきてからする作業、一つ目になります。ニンニクの芽が出た後はですね、発芽状態の観察をしていきます。特にですね、植え付け後ですね、1ヶ月が経過しても発芽が見られない場合は注意が必要になります。発芽が不均一な場合、まだ発芽していない部分も今後発芽する、ね、可能性はあるんですけれども、確認のために一度掘り返して、玉の、ね、状態をですね、チェックしておくということがおすすめになります。もしね、いっぱいね、ここね、ありますけれども、結球芽が出ていないところあったら、半年以上ですね、その場所から、ニンニクが、できないってこともあったりしますので、そういったことになると、ちょっとね、せっかく育てるんでしたら、たくさんのね、ニンニクを育てていきたいなってね、思うじゃないですか。なので、そういったところでですね、余すことなくですね、しっかりとニンニクが収穫できるように、そういうふうにチェックをしてあげるといいかなってね、思います。はい、そしてね、ここね、見ていただきますと、こちらはね、ニンニクですね、ちょろちょろちゃんと出てきてるんですけれども、ちょっとこっちの方は遅れて出てきてないかなってね、ちょっと思うかもしれません。なので、こういった場合ですね、ちょっと掘りまして、ニンニクの芽そーっと掘って出てきていないか、ちょっとね、チェックしてあげるとよかったりします。ここはあれですね、出てきていないですね。なので、出てきていない場合ですね、こうやって掘ってもないですね。ない場合は、これ芽がね、出てきませんので、新たにニンニクを植え付けて、ね、育ててあげるといいかなってね、思います。出てきてないですね。はい、じゃあさらにちょっと隣の部分も見てみようかなってね、思いますけれども、はい、こちら雑草もね、ありますので、雑草も取りまして、ここもそーっと、もし芽が出てきたらね、折れちゃいますので、折れないように注意をしてみます。そうすると、こちらはですね、ニンニク芽がね、ちょろっと出てきています。はい、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、ここのね、白い部分ですね、ちょうどこれですね、これが出てきていますので、これから大きくなっていきますので、ちょっとね、傷つけないようにしながら、そっと土を戻しておきたいと思います。はい、そして隣の部分ですね、こちらも同じように見ていこうかなってね、思います。こちらもそーっと取りまして、こちらは出てきていないですね。はい、なので、こちらも出てきていないので、こちらもまたね、植え付けていきます。そしてこちらも見ていきますけれども、こちらはもうね、見ていただくと出てきていますね。ここうっすらプツッとね、出てきていますので、このまま育てていこうかなってね、思います。
そんな感じで出てきていないところですね、チェックをしながら、ね、出てきていないところは新たに植え付けて、元気よくね、危ない、ニンニク育つようにしています。そして心もね、ちゃんとね、出てきていましたね。はい、なので、慎重に見ながらここもチェックしていきまして、あ、出てきています。こちらも出てきているので、このままにして、こちらも出てきていますね。はい、ちょろちょろね、まだ、あ、出てきていますね、こっちもね。はい、出てきています。たまに黒マルチの下から出てきている場合もありますので、そういった場合はちょっとね、注意ですね。あの、黒マルチの下で育ってしまいますと、できてないってことになっちゃいますので注意です。はい、こちらね、ちょっと暗くてすいませんが、こちらニンニク持ってきました。このニンニクを使いまして、植え付けてね、いきたいなってね、思います。古いニンニクもちょっと掘っときましょうか。はい、あ、でもあれですね、ごめんなさい、ここ一回今ね、掘り出しましたけれども、こうやって根っこですね、根っこが生えてきています。なのでこれあれですね、育ちますね、このまま。はい、なのでごめんなさい、これはこのままちょっと植え付けておきたいと思います。まだ植え付けて、2週間か1週間ちょっとですねくらいしか経っていなかったので、そういった形もあって、根っこだけ出てきたのかなってね、思います。これから芽が出てきそうです。なので、ああ、そうですね、こちらも見てみましたけれども、はい、こちらも同じですね、ちゃんと芽が出てきています。なのでこちらもね、一回掘り出しましたけれども、また新たに埋め直しまして、元気よく、はい、育つようにしてね、やっていきたいと思います。はい、まあでも、うん、あのね、心配で芽がね、出てきてなくて困っちゃうよってね、こうやって見とけばそういうことないですので、はい、これでね、育ててね、いきたいと思います。はい、これがね、一つ目になります。ニンニクの発芽状況ですね、ちょっと確認していこうというところになります。そして二つ目になります。二つ目はニンニクの成長を助けるですね、肥料と水の管理についてね、説明していきたいと思います。ニンニクの成長にはですね、適度な肥料と水分が必要になります。特に肥料を適切に与えることが重要になります。過剰にただね、肥料を与えすぎてしまいますと、形が悪くなったり味が落ちる原因になるので、適量をですね、守ってあげるってことが大切になります。だいたいね、一つのニンニクに対して一つまみ程度のニンニクですね、まあ、3グラム程度の化成肥料とか、もしくは鶏粉とかですね、そういうのを混ぜてあげるっていうことがいいかなって、ね、思います。あとですね、追肥するタイミングがね、あります。あまり、やりすぎてしまうと逆効果だったりもしますので、あの、腐ってね、虫が寄ってきやすかったりもね、してしまいますので、まあ、暖かい地域であれば12月ですね、あとは、寒い地域の場合は春先が目安としてあります。ただね、この僕はね、関東地方に住んではいますけれども、関東地方の場合ですと12月に1回やりまして、あと2月にも1回やって、場合によっては3月もやってっていう形で、小分けにしてあげることによって、ニンニクですね、肥料を吸って、美味しくね、成長してきます。はい、これがね、ニンニクのね、追肥についてになります。あとは水分ですね、土の表面を掘ってみて、それでも乾いていた場合ですねは、お水をあげた方がいいです。結構冬とかなると乾燥しやすいっていうね、イメージがあるかなってね、思いますけれども、やっぱりね、全く雨が降らない時もね、あります。今はね、雨ね、ちょっと降り始めてきてはいますけれども、はい、なのでね、ここね、ニンニク特にね、水やりとかはしないでもいいかなってね、思います。追肥はね、まだね、今日はね、11月まだなっていませんので、植え付けて1週間2週間ぐらいしかね、経っていませんので、まだまだね、これからあの、大きくなったら12月頃ね、1回追肥をしていきたいと思います。そして、3つ目ですね、今ね、2つ目ですね、追肥と水やりについて説明しました。そして3つ目になりますけれども、3つ目は雑草を取っていこうってところになります。ニンニクね、育ってくるんですけれども、一緒に雑草もね、生えていきます。特に追肥した後とか、肥料を吸って雑草もね、大きくなりやすかったりしますので、雑草をですね、ね、
で、雑草は、害虫の住処になってしまって、あと湿気とかもこもりやすくなってしまって、ニンニクが、病気に、ね、なりやすかったり、ね、するんですね。なのでそれを防ぐためにもですね、しっかりと、雑草ね、ちっちゃいのが、ね、生えてきたりするんですけれども、そういったものがありましたら、早めに取りにしてあげるといいかなと思います。これがね、3つ目ですね、雑草を取っていこうっていうね、作業になります。そして今度ね、雑草を取っていこうっていうところになります。こんな感じで今ね、ニンニク出てきていますけれども、この隅横からね、雑草がね出てきています。なのでこういう形で雑草は、早くね見つけて、取るように、早めに取るようにしてあげるとよかったりします。こうやって見てみますと、葉っぱはそんなに生えてないですけれども、実はですね、根っこがですね、こんな長くね生えてるんですね。なので意外にあのニンニクが育つのがの邪魔をしてしまうということもありますので、はい、こういうのね見つけたら早めに取るようにしてあげるといいです。結構ね、早めに取らないと、取るのがね結構大変だったりもします。なので小さいうちから、ね、雑草は取るように、作業を、ね、してあげるといいですね。はい、こちらとかもね見ていただきますと、ニンニク、雑草がねチロチロね生えているかなってね思います。こういったものがありましたら、あ、結構大きなねものが生えていましたね。こういったものがありましたらよろしくないので、雑草は抜いちゃいます。はい、よし、ね、ちょっとした作業にはなりますけれども、これがね、塵も積もれば山となるという形で、はい、とてもね大切な作業になります。そして4つ目になります。4つ目はですね、冬越しのための保温対策をしていこうというところになります。ニンニクはですね、寒さに、まあ、強いとはね言われているんですけれども、あまりにも寒い場合はですね、ちょっとね傷んでしまうことがあります。なのでこの時有効なのはマルチングっていうね作業があります。冬の寒い時期でもですね、地温ですねを少し暖かい状態を保って、春先の成長を促して、ね、くれる効果もあったりします。具体的に言えば、雑草、藁とかですね、もみ殻とかですね、そういうのをこの穴の中に入れてあげて、それで、まあ、藁の場合ですと、この穴にね、穴が隠れるように、ちょっとこう囲うような形でやってあげることによって、暖かい感じになって、土がね、凍りにくくなります。そうすれば、土の中にある球根、ニンニクもですね、寒さにやられるってこともないですので、そういう形でちょっとね、やってあげるといいのかなってね、思います。はい。そして、今ね、ここね、見ていただきますけれども、保温するために、まあ、植え付けた時にですね、黒マルチをこれ、引いていました。あと、もみ殻ですね。もみ殻がね、ここね、あると思います。こんな感じで、もみ殻が、出てきています。で、保温していますので、こういう形でね、やってあげるとよかったりします。あとはこういったところに藁とかですね、かけていきまして、それで、ね、うまくね、保温をしてあげるとよかったりします。これがね、4つ目ですね、マルチングをしていこうというところになります。はい、そして5つ目になります。5つ目はね、発芽後活力剤をね使用していこうというところになります。発芽後の成長が遅いと感じる場合は、活力剤を使用することで成長を助けることができます。僕はね、リキダスというね活力剤を使っているんですけれども、これをね上げることによって根をしっかりと張らせる効果があります。そして免疫を高めて栄養の吸収もね促進してくれます。やっぱり根っこがたくさん生えれば生えるほど水分も吸いやすくなったり、肥料もね吸いやすくなります。はい、そしてあげる、リギダスをあげる量としてはですね、だいたい2リットルですねの水に対して10ミリリットルですね、約ね100倍に薄めて使っていくと良かったりします。そして活力剤をね上げていこうというところになりますけれども、活力剤ですねを薄めていきます。ちょっと今日ね雨が降っているので、雨がね降っていない時にですね上げるといいかなってね思います。はいね、なので薄めた活力剤をですね、ここ全体にざーっとかけてあげて、根の成長を促してあげるといいです。特にあの弱々しくね育っている場合ですね、そういった場合はちょっとねよろしくないですので、早めに、活力剤をあげるようにするといいですね。はい、はい、
そして最後になります、最後、6つ目になりますけれども、6つ目は成長を促進するために芽かきをしていこうというところになります。ニンニクは一つの球根から複数の芽が、ね、出ることがあります。基本は1本だけ出てくるんですけれども、たまに、ね、分球しまして2つ、ね、出てきます。そのような場合は成長が良い芽を残して他の芽を摘み取ってあげる芽かきをです、ね、してあげると良かったりします。なるべくね、ニンニク大きく育てることをねするためには、このね、芽かきがね、必要になります。去年もね、僕ね、ちょっと実験で2つ、1つの場所から2つ芽がね、出ているものをそのまま育てたんですけれども、やっぱりね、このピンポン玉サイズぐらいのものが2つできたっていう感じになりまして、ちょっとね、ちっちゃかったんですね。でも、隣の1個だけで育てたところはですね、テニスボールぐらいですね、そのぐらいのサイズになって大きく収穫できましたので、やっぱり芽かきっていうのはね、とてもね、大切な作業かなってね、思います。なので、そのためにもね、芽が出てきたらですね、ちょうど、晴れた日の午前中にですね、やってあげるといいです。っていうのも、カットした時にですね、そこから菌が入ってしまいまして、それで元の球根が傷んじゃうってこともあったりしますので、それをね、防ぐためにもですね、しっかりと、はい、ニンニクですね、そういう作業をしてあげると良かったりします。はい、そして芽かきをしていこうって感じになるんですけれども、こんな感じでね、芽かき、芽がね、出てきたりするんですね。なので、1本だけ成長のいいものを残して、あとのニンニクの芽はですね、カットしてやってあげると良かったりします。そうすれば、しっかりとしたね、ニンニクですね、1個で育っていきますので、これでね、ニンニクをね、育てていくといいかなってね、思います。これがね、6つ目ですね、芽かきをしていこうというところになります。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、ニンニクの栽培において発芽後の管理はね、美味しい収穫を目指すためにはね、とてもね、大切になります。なので、適切なタイミングで追肥をしたり、保温したりね、活力剤を敷いたり、芽かきですね、そういったものをね、してあげることによって、来年ですね、美味しいニンニク、ね、収穫できる可能性がググッと上がりますので、皆さんもね、良ければ参考にしてみてください。またね、実際に追肥をしながらとかですね、そういうタイミングになりましたらご説明していきたいなと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください、はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。